はい、ですね、ビッグゲームのサブチャンネルです。今回ね、奥間カバラ 5N ですね、来ました。 5N です、小さいやつですね、前回よりもね。大きさ比較してみよう、12とどれぐらい違うか。ちょっと待ってね。よし、これだ。こんなに違う。右が12、右が12で、左が 5N。 全然違う大きさが、でね、リアルにどれぐらいかなっていうのをね、ちょっとね、比較するのにオシアの1500番持ってきました。こんな感じです。1500よりは一回り小さ、大きいのかね。こんな感じでね、2000番で、オシアの2000番持ってこい。2000番はね、カバラの12とほとんど、同じぐらいの大きさだったので、ちょっとね、対象にはならないが、これ2000番。こんな感じ。だから2000と1500の間なんで1800番。シマノでいうと1800番グラスですね。非常にね、こう持った感じのパーミングがすごい楽です。本当2000番だと手ちっちゃい人だとね、結構こう高くなっちゃうんですよね、パーミングがね。ここはね、竿一緒になるとすごいね、ごついなって感じがあるんですけど、結構ね、女性の方なんかもいいかもしれないですね。1500番のね、パーミングカップよりも一回り大きいぐらいの感じです。これ 5N ですね、カバラの 5N で、前回説明したのとまず一緒です。まずね、ギアがステンレスギアなので、材質上硬いです。ギアの素材がね、硬いです。オシアとかはね、ブラス真鍮使ってます。でかなり柔らかいね、材質のギアを使ってるので、当たりがものすごくマイルドで、なんて言ったらいいんでしょうね、こうソフトなフィーリングなんですけれども、こちらのね、ステンレスギアの方に関してはね、比較的ね、当たりが結構硬いです、回した感じね。ただ前回のね、糸巻き動画、12-N の糸巻き動画の時にもね、話したんですけれども、テンションが入ってね、糸をいざ巻き始めると、その感覚がね、全くなくなります。だからギアのノイズとかもね、ほぼなくなって、非常に力がね、あるね、巻き上げ力で、ぐいぐい巻けるのが印象でした。で、今回もね、そんな感じの仕様になってます。で、2スピードですね。これが2スピード。ボタンを押すと、ローギアになります。で、ここのレバーで解除すると、ボタンが上がってきて、これでハイギア。でね、5N で、5N でね、ハンドルの一巻き。要は、ハンドル1回転で最大巻き上げ量がね、1メーター7センチです。いいですね。かなりハイギアですね。1メーター7センチ。で、ローギアね、これにすると、1回一巻き63センチ。自重が 460g で、ベアリングが4つです。で、ギア比が、ハイギアの方がね、 6.4:1 で、ローギアにすると 3.8:1、まあ、この辺のギア比がうんだらかんだらね、別として、まあ、あとですね、細かいポイントだとすると、ハンドルの軸間ですね、ハンドルのここのセンターから、軸の間までがね、だいたいね、90、ハンドルが90から92ぐらいだな。軸間が92なんで、押し味がのね、2000番。もうこれもね、確か92なんですよ。ほぼね、大きさ一緒ですね。大きさというか長さが。92ですね。だから、結構コンパクトボディの割には、ハンドルが長いです。よくできてますね。で、12N 同様ですね。ここの、レバードラグですね。レバードラグを上げる際の、ラチェット。これも、ものすごく細かい形で、一回一回ですね、このラチェットが食いつく感じです。すっごいいいね。本当にね、クオリティ高いです。マジで。で、プリセットノブね、ここに関しては、
これもね全部ね綺麗にクリック出ますね。でこれはね餌釣りの時とかね、例えば恋釣りやった時に当たりを例えば待つ時、スプールをフリーにするとバックラッシュしちゃうんで、こういった、ラチェットをね逆転するとカチ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 ってなるような、こういうシステムなんですけど、まずこれは使わないので、これパチッとね開けちゃうのか、開けると音鳴りませんから開けないで使いますね。こんな感じでございます。ここは六角レンチだね。六角レンチで、リールシート自体のね、これが一体成形になっているものをここで、六角レンチで、ね、ボルトオンですね。非常に頑丈にできてますね。すごいと思うね。いい感じのカッティングですね。これもね非常にですね、実にクオリティのね高いリールですね。これでね販売価格が、28,800円に消費税。安いですよね。これね本当あれですね、青物なんかもね普通にやっていけるんで、シマノの押し味川の1500番でしょ、で2000番、このねだいたい間に位置する感じですね。で2000番よりも一回り大きい2500番に値するのが、12、こんな感じのね、こんな感じのポジションですよ。1500、1800、2000、2500みたいな感じの位置づけになっている感じですね。うん。で今回はカバラのね12ね、これが主役です。でね肝心の糸巻き量なんですけれども、スペック上ではね P の2号が 600m、 P の2号が 600m ってことですね。なんかもっと入りそうな気がするな。これもね多分ね実際に巻いてみなきゃなんとも言えないんですけど、パッと見ね、パッと見私の見た感じでは 2.5 号 600m、 もしくは、3号がね 600m ぐらい入るぐらいの、キャパシティがありますね。前回の 12N の時にはスペック上ではね P の3号が 610m って言ったんだけど、実際には 680m 負けました。でね4号が 450m って書いてあるんですけど、実際には4号が 560m 入ってますんで、約プラス 90m ぐらいのね糸キャパがあります。ラインキャパシティなので、おそらくね2号 700m、 3号 600m ぐらいが妥当なんじゃないかなと思いますね。で実際にですねご購入されたお客様がいらっしゃった時に、もう一回ですねこれ動画撮って、実際何メーターかね、何メーター負けたのかっていうのをね実証見分でやってみますんで、いい感じですよ。ほんとねよくできてるリールだと思います。これねエントリーモデルにしてはちょっとやっぱり良すぎるかなと思うんですけど、でもエントリーモデルとしてはもったいないかな。まあいいやね、道具すごくいいものなんで、まあベテランから初心者のお客様でね非常にね使っていけると思います。でそうだな、 28,800円の消費税っていうとちょっとあれですよね、他のリールが逆に売れなくなっちゃうのかなっていうぐらいね、いいリールですマジで。で初回導入とりあえずね、3台ほどね入ってきました。でおそらくですね結構いい勢いでこのリールはね多分販売されていくと思いますので、その都度追加です、ね、追加しながらやっていきますけれども、メーカー在庫は実際のところねどこまであるのかっていうことですね。かなりねこれはちょっとねちょっと個人的な感ですけどブレーキの兆しがねありますね。特にこの 5N はね比較的ねいい感じにバランスが取れてます。重くもなく軽くもなく大きすぎるわけでもなくってことでね、だから近海の青物なんかちょうどいいですね。はい、電話入っちゃった。まあ、とりあえずですね、そういう感じです。だから関東近海、特に P2 号とか 2.5 号3号ぐらいまでを使って、水深40から50メーターぐらいまでのジギング、だからまあ東京湾でブリ狙えますよとか、どうなんでしょうね、他のエリアだとちょっとどの辺がどうなのかよくわからないけれども、関東だったら、東京湾、日立、外房、鹿島、波佐木、相模湾、その他もろもろですね、だいたい P の2号から3号ぐらい使ったね青物ジギングにねぴったりだと思いますね。
で巻きも一巻き 1m7cm なので、いいと思います。で力もあります。だから6フィート前後、5フィート8インチから6フィートぐらいの、P3 号ぐらい使っていけるロットかな。3号4号、ヤマガでいうと623、624、622ぐらいから合わせてもいいかもしれないですね。その辺の柔らかいところから硬いところまで比較的ね、まんべんなく、セッティングしてね、やれると思います。ぜひですね、たくさんのご注文お待ちしておりますということで、次回ですね、糸巻き動画、こちらがね販売されて糸巻き動画が発生するときはまたですね、動画を撮ってお送りしたいと思います。たくさんのご注文お待ちしております。奥間カバラの 5N2 でした。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。